オフィスロビー屋外空間日比谷パークフロントは東京都千代田区内幸町に立つ超高層建築物である。西側は E のビルディング、中日新聞東京本社、東側は日本プレスセンタービル、日比谷市地に挟まれた南北に長い敷地を持ち、北側は通りを挟んで、日戸公園に面する。この地には1993年春工の日本。 長期信用銀行本店ビルとして完成した。長銀の破綻後は事業を継承した新生銀行が本店機能を置き、名称も新生銀行本店ビルに改められた。2008年3月に新生銀行からモルガンスタンレー系の特定目的会社に売却された後、新生銀行は2010年末に日本橋室町に移転。2012年12月、 ケネディクス、東急不動産、日本政策投資銀行は3社の共同出資による特別目的会社を通じて本ビルを510億円で取得した。旧新製銀行本店ビルは2013年9月より解体に着手。内債は一丁二丁目プロジェクトを2015年5月に着工。2017年3月に名称が日比谷パークフロントに決定した。 2017年5月に竣工した日比谷パークフロントは地上21階、地下4階建てで地上22階、地下5階の新生銀行本店ビルより階数は少ないものの延べ床面積は67,123.88平方メートルで1割以上増加している。オフィス界は約630坪の部柱空間を確保。 日比谷公園に面した北側は幅3.2メートルのサッシで開放感を持たせた。最上階の21階には入居企業の従業員向けのスカイラウンジ、スカイガーデンを設け、朝にはモーニングサービスの提供を行う。1階及び地下1階には日比谷グルメリウムの名称で飲食店街が2017年6月19日にオープンした。 本建物の大きな特徴として、建物内外の植栽計画が挙げられる。隣接する日比谷公園の植物章を調査し、100種類の植栽を選定。敷地内には、日比谷線とリウムと名付けた植栽ゾーンを開設。建物内のエントランスホールや、スカイガーデンにも樹木を配した。生物多様性保全に取り組むオフィスビルとして、一般社団法人生き物共生事業。 推進協議会より、アビンク認証を取得している。LED 照明や、節水型トイレ、消費エネルギーの可視化等の省エネ施策がなされ、日本政策投資銀行による DBJ グリーンビルディング認証では最高ランクの5つ、星を取得している。ありがとうございます。